じっと。今日はちょっと喉が痛いんでボソボソと喋っております。三谷さんこんばんは。もしもよろしくお願いします。新年だ。はい、皆さんこんばんは。イケてるみんなの iPad 活用術 TV、 iPad のユーストリーム第28回を始めます。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございますですよね。今年もよろしくお願いいたします。はい、私は年末年始富山に行っていまして、31日大晦日に大雪が降って、1日2日は寒いけど晴れていたんで、晴れたり雨が降っていたんですが、3日にまた大雪でしたね。すごい雪でした。はい。で、4日が仕事で、昨日は外部のセミナーに、松宮さんのセミナーに行ったりしていたんですけど、ですね、なんだろう、今朝起きた時ですかね、からもう喉がこんなになっちゃいまして、今日はこれネックウォーマーってやつですね。この間相模大野の無印良品で買いました。1000円で買いました。ネックウォーマーをしながら、ちょっと喉をなんとか持ちこたえてですね、頑張ってやっていきたいと思います。ちょっとところどころ、これはビールじゃありません、水を飲みながら、はい、やりたいと思います。はい、もうすでに、あ、すごいですね、27人も集まっていただいて、首伸ばしてます小島さん、はい、皆さんのコメントを眺めながら、川端さんこんばんは、辛そうですね、頑張ってください、ありがとうございます。藤原さんよろしくお願いします。新井さん、金河新年よろしくお願いします。菅原さんは2人いらっしゃいます。山形の菅原さんよろしくお願いします。てるきさんは、てるきさんも昨日お会いしましたよね。はい、よろしくお願いします。小泉さんよろしくお願いします。 MKGK さんよろしくお願いします。青柳さん、明けましておめでとうございます。久しぶりに参加ありがとうございます。よろしくお願いします。なるべくね、咳払いをすると多分お聞き苦しいと思うんで、ステレオの音声でやってますんで、咳払いを我慢していけるように頑張っていきたいと思います。はい、今日はですね、私が、こちらのグループ、少人数なんですけど、グループってありまして、イケてるみんなの iPad 活用術に。そこで、質問が田中さんという方からありまして、それに、その質問をヒントに、まあ、今日のネタといいますか、やりたいなと思っています。質問はですね、確か、写真がいっぱい溜まってきたのを、アルバムのようなものをウェブに作りたいと。で、どんな方法がありますかっていうようなことでした。で、その iPad で撮った写真、iPhone、iPad で撮った写真を、他の人と共有するにはどういうのがあるかっていうことをですね、ちょっと考えましていきます。まあ、専門的なアプリとかだと、フリッカーとかですね、ややちょっと敷居が高いものがあったりしますかね。あと、共有フォトストリームは iPhone を持っている方同士だったら結構簡単にね、できるんでいいですよね。でも iPhone を持ってない方にも共有するってどういう方法があるかなっていうことでやっていきたいと思います。皆さんのコメントが今日たくさん入ります。ありがたいです。ちょっと待ってくださいね。はい。そうですね。障害を先ほど飲みました。はい。ではですね、まず単純にウェブで共有という一番簡単な方法です。iOS 6であれば、5からできたっけ？フォトストリーム関係であればできるかなと思います。今のはちょっと次週の予告でしたね。
写真がこうありまして、例えばこの富山に行った時のこの花火の写真とカウントダウン花火ありました。あとこれ関水公園の、これは Facebook アップしてないんですけど、夜景があったりスタバの写真があったりしまして、あ、全然画面出てなかったですね。最初から失敗してます。はい、画面は今、あれですね、写真フォルダを開きまして、写真の中から共有したい写真をピコ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 とかやって選びます。4枚選びました。で、これを左上私の顔で隠れてますね、そこに送信っていうのがあるんですけど、そこを押すとメニューが出てきます。で、ここでフォトストリームっていうのを押すと、先ほど私はですね、フォトストリームに1個フォルダ作っておきました。テスト2013っていうものでもう4枚入っていますが、新しく作る場合はこの新規フォトストリームとかですよね。一回やってみましょうか、ここで、うん、で、名前で富山2013とかっていうのをやって、通常フォトストリームですと友達との写真共有ってことなんで、ここでアドレスをね、アドレス帳から持ってきたりして、iOS が開く、メールで開けるものにメールで送ればですね、リンクがついていて、フォトストリームが立ち上がって、写真フォルダの共有フォトストリームが立ち上がって、写真の共有っていうことになるんですが、この下です。公開ウェブサイト。この共有フォトストリームを iCloud.com で誰でも見られるようにしますというものです。わざと今日は見られるようにしましょう。で、オンってやります。何も変わらないですね。じゃあ次行ってみます。次へボタンをピコーって押します。そうするとコメントが入れられるんで、富山に正月帰りましたよ。で、投稿ってやってみます。そうすると、フォトストリームっていう1個のアルバムのようなフォルダーができまして、行きましたね。そうするとこの4枚入ってますよってもんですよね。で、どこに共有したのっていうことなんですけど、今このアルバムの状態で、右上のこの編集ボタン、これをピコって押して、だと思うんですね。ちょっと待ってくださいね。編集ボタンを押して、富山ってやると、こんな画面が出てきます。はい。で、ここでリンクを共有ってのがありますね。これをピコって押すと、メールで送信したり、ツイッター、フェイスブックとかあります。どうしよう。どこにしましょう。じゃあ、あんまりやらないことやってみましょうか。フェイスブックやってみましょうか。富山2013の、ちょっと、フェイスブックと、リンクと両方やってみます。で、公開、投稿ってやってみます。そうすると、今、ブラウザになりましたかね。Facebook を見てみると、よいしょ。自分のところで、あ、見えましたね。2013年、富山共有フォトストリームですっていうリンクが飛んでいます。これをピコって押すと、iCloud が立ち上がって4枚が写真アップされてますけど、これ縮小表示なんですね。で、これをタップすると大きな表示になって、こうスワイプで移動することもできます。 iPad だったらスワイプ、パソコンだったらどうだろう、ちょっと違う見え方かもしれないです。すいませんね。次回から咳をするときはミュートにします。今思いっきりしてしまいました。はい。最初の一枚にこの下に書いてありますね。富山に正月帰りましたよっていうさっきのコメント載っていて、2枚目、3枚目とか、スライドショー表示もできますよね。はい。
そんな感じです。富山2013フォルダ共有元陽一石川と、うん、なかなかいいですよね。でもう一回写真戻りますね。よいしょ。でリンクをもう一回共有ってやって今度はメールで送信でもいいんですけど、コピーってやると、クリップボードにコピーされますので、ユーストリームに行ってソーシャルストリームのところにちょっと流してみましょう。ツイッターだけつけておこうかな。あ、うまくいくかな。ツイッター認証よいしょ。フェイスブック外そう。今度共有フォトストリームのウェブ共有です。ピコッとアドレスを貼って送ると、こんな感じでね共有できます。はい。でそうすると iOS じゃない方もできます。ダウンロードできますよね。ダウンロードは、なんだっけ、もう一回ちょっとやってみよう。さっき八重の桜私も見てました、準備しながら。私同志社でして、あの新島城の奥さんなんですよね。すいません。右クリックじゃないわ長押しで画像を保存っていうことで、写真フォルダに保存もできます。一括して保存とかそういうのないですよね。うん。でもこのアドレスを作ってあげれば iCloud.com の、無料の領域ですね、無料で使えるっていうのを前見たことありますねアドレスが一個できまして、公開することができるっていうやり方です。でこれは見ての通りこうスライド表示なんで、シンプルな写真の共有の方法ですね。あ、右下に下矢印でできました。これがブラウザとかパソコンとかだとまたね見え方が違うんでしょうね。 Win7 で、佐々木さんじゃないですね、三谷さんですね。 Windows7 で見ている Facebook ページに今の写真が出てきました。うん、こんな感じです。こうやってメールとかウェブとかで Facebook とかを通して写真集を送ってあげることができるっていうのが一つですよね。はい。アップしてしまったんでいいねがついたりしてるかもしれないですね。こっちも見たりして、はい。あ、6人の方いいねしてくれてますね。リンクにコメントしました。はい。菅原さんコメント、あ、来たーと見えました。パソコンでもスムーズですね。よかったです。でこのアップした画像が、圧縮されてたり容量が少なくなったりするかなと思ったんですけど、よくあの Facebook にアップすると本来的な画像のサイズとかじゃなくて、勝手に小さくなってリサイズされてますよね。でそういうことが起こるかなと思ったんですけど、iPad で確認する分にはですね、同じサイズの画像が送られていましたので、高画質のものをそのまま送るっていうことでできるんじゃないかなと思います。はい。ああ、そうですね、林さん、コメントやいいねは共有フォトストリームの中だとできるんですけど、さすがにウェブアップだとないんですかね。パッと見ないですよね。うん、コメントしたいところですけど、上も下もないですね。はい。自分のコメントだけですもんね、編集もできないし。はい。坂部さんですね、インコの坂部さん、ご無沙汰です、よろしくお願いします。今共有フォトストリームのウェブ共有 iCloud.com 共有をやりましたまずこれがね OS についていて一番単純な共有だと思います。では次にこのホーム画面にはどっか埋まっちゃってどこ行ったか分かんなかったんですけど、iPhoto っていう Apple が出している10個以内しか Apple って出してないんですけど、有料アプリは
iPhoto っていうアプリです。これを立ち上げてみます。まあ、正直あの写真の紹介はですね、なんかまずい写真出ないかなとかいつもちょっと心配なんですけど、写真、はい、これが iPhoto が立ち上がったところです。昔ですね、最初に出た頃はちょっと性能があんまり良くなくて、しょっちゅうですね写真フォルダーの読み直しとかしていたんですけど、今だいぶ賢くなりまして、なんて言いますか、写真が更新されたのがほぼリアルタイムで見れるようになってとっても便利になっています。はい、この写真って今タブ上の方にタブがあって、アルバム、写真、イベント、ジャーナルってのがあります。今から説明するのは、ジャーナルっていうものです。この iPhoto はですね、似ている写真を探すとか、あと写真の画像編集で、色合いを良くするとか、よくある画像編集ソフトのそういったこともできるんですけど、そちらはですね、私は何回か使いましたけど、あんまりどうなんだろう、もう一個別な流行りのスナップシードっていうんですか、あっちの方が使い勝手いいかなっていう気はしますよね。ただこれにも結構いいところがあって、ちょっとジャーナルの前に基本機能を言いますと、さっき画像のサイズが変わらなかったっていうやつお話しましたよね。ちょっとこれじゃ分かりにくいな。でこのスタバの写真、あ、これでいいのか。右側にスタバの写真出ていますけど、上にですね、この i っていうのがインフォメーションのマークがありまして、そこを押すと、画像のサイズ、2057×1536 とかですね、JPEG ですとか、この港入船町って私の実家の地理情報ですよね、であるとか、ISO 感度が何とかだとかですね、細かな情報が拾えるようになってます。写真に埋め込まれている情報で、一番基本的でいいのはこの 637.4kg っていうことで、iPad の写真フォルダって画像のサイズがメールで送ろうとしようとした時に初めて分かるとか、そんな感じで分かんないですけど、この iPhoto であればサイズがすぐ分かりますね。でここでこう編集したりもできるんですけどね、サイドを上げるとかね、シャープ、ぼかしとかありますけど、はい、もう一回写真のフォルダー状態に戻します。はい、で今度はですね、あ、須藤さんですね、こんばんは、よろしくお願いします。あ、もう39人の方に同時に見ていただいてありがとうございます。累計で90人の方来ていただいて、あ、40人になりましたね。今日はちょっと喉を痛めまして、こんな声の調子でなんとかやっております。はい、今日もし息絶えましたらですね、そこで放送終了ということもあるかもしれません。頑張っていきます。で今写真のフォルダーにあって、さっきみたいなウェブで友達と共有しましょうっていう時に、ここでですね、じゃあまた写真を選ぶっていうことになりますよね。これと、あ、これ大きくなっちゃうんですよね。これとこれ、ならないか。これが今一覧表示で、左側で今度は選ぶんですね。この写真とこの写真、まあ、後からジャーナルにも追加できるんですけど、公開したい。ジャーナルっていうのは一つの写真の集まりみたいなもんですよね。これとこれ、指を1個押さえながら2個目って感じです。2個目、3個目。今3つ選ばれました。じゃあこの3つで1回ジャーナルを作ってみましょうっていうことにします。はい。あったさん、こんばんは。iPhoto でサイズの変更とかもできますか？サイズの変更はどうでしょう？後でちょっと見てみましょうか。なんかね、できない気がする。簡単には。うん。やっぱ直感的な指の操作っていうのが多くて、単純に逆にサイズを変更するっていうのはないかもしれないですね。嘘かもしれないんで、後でちょっと調べてみましょう。はい。今3枚選ばれたので、右側に3枚の写真があります。はい。これを、上のこの、また外に飛び出るマーク、ここを押して、ジャーナルっていうのがあります。これ他のアプリに持って行ったりするような共有とかもありますけど、このアプリの中の iPhoto の中のジャーナルっていうのをクリックして、今選択中の
写真3枚でジャーナルを作るんだよっていうことです。新規にジャーナルを作ります。新規ジャーナルね。でタイトルをつけますと。で、あ、ちょっと見えづらいですね。よいしょ。富山の夜景です。富山の夜景っていうものにしましょう。で、ここにコットンとか枠線の選び方、あのアルバムの写真ごとの枠ですよね、それを選んでおいてジャーナルを作成っていうのをやります。そうするとジャーナルを作成しました。これで表示ってやってみます。そうするとなんだかこう地味な写真になり、写真が3枚、地味なレイアウトになりました。これをですね、右上のこの編集ボタンを押すのかな、よいしょ、私もちょっと久々使っていきますが、編集ボタンを押すとこの並び替え大きさの変更ができたりするんですね。キャプションを入れるとかね、キャプションを追加で、ブリッジ、ブリッジがライトアップ、こっちにもキャプション、冠水公園、環状線の環状、水公園です、スタバです、こんな風に入れて、あとはこう大きさをね、こう調節したり、あとこの空いてるところを長押しかな、長押しで例えばなぜか天気を入れるとかですね分割線を入れる、分割線よいしょ、編集状態で、うん、分割線入りましたね。で大きさを変えたりタイトルを変えたり、2013年正月と。でこれ今1ページ目ってなってますけど、ページもね、こうこのプラスボタンかな、ここか、この中で1ページ目ページを表示、2ページあったら、それを結合したりもできるんですね、まあ、今1ページだけにしました。で並びを作ったら、またこのあれですか、外に出していくマークでいいのかな、ちょっとやってみましょうか。編集を確定して外に出していくマークで、ここで iCloud、 あれ画面映ってます、あ、動きましたね、はい、ここで iCloud を押します。そうすると iCloud で公開しますかっていうのが出てくるんで、公開ってことにします。そうするとジャーナルを共有、サファリで、何々って出ます。で今くるくる右上回ってます、見えますかね、ちょっと今画面が固まってるかもしれない、はい、もう一回ここでジャーナルを共有したいと思います。あ、この下に変更公開っていうのがありますね、これを押してみましょうか。あ、今アップロード中ですね、よいしょ、iCloud にアップロード中です。今もう、この公開ってやった瞬間にサーバーにファイルがアップロードされています。さっきの共有フォトストリームの写真の共有では、ただ単にスライドをこう並べるだけでしたよね。今回は、レイアウトも月で行ってくれるかなと思いますんで、でさっき押せなかったこのジャーナルを共有、サファリでジャーナルを表示っていうのがありますんで、サファリでジャーナルを表示してみましょうか。サファリを開いていますと。そうすると、感じで今ホームページ上に3枚の写真が公開されました。コメントも載ってます。で、この大きさもね、
決まった感じで、でまた拡大してこうめくることもできるということですよね。縮小してください。はい、うん。で今度この URL のアドレスがねまた長いですよね。これも Facebook にちょっとシェアしちゃいましょうか。iPhoto iPhoto のジャーナルでの共有ですと。リンクをシェア。そんな感じでございますわ。私の今ウォールを見ていただくとリンクが出てきたかと思います。あとはもう一回 iPhoto に行って、ここの真ん中のジャーナルを共有っていうのを押してみましょうか。リンクを準備中。そうするとクリップボードにコピーもできますよね。でも長いんじゃないかな、ちょっと心配だな。ユーストリームやってみましょうか。えい、ああマイナス3とか言ってますね。どっか削れないのかな。よいしょと。なんか皆さんのコメントがいろいろ盛り上がってますね。もう一回やってみよう。ツイッターでやってみよう。ご覧ください。はい。今画面出てます。ちょっと待ってくださいね。皆さんのコメントに追いついてないですけど、キリのいいところでコメントチェックいきます。今ツイッターアプリを立ち上げました。ここにありますね、リンクをコピー。よいしょ。でソーシャルストリームに流します。iPhone、 あら全然な、買えない。えい、とりあえず送っちゃった。はい、こんな感じで iPhoto の写真共有ができますという、まず基本的な操作のところです。ちょっと皆さんのコメントを追いついてないんで一回チェックさせてください。そうそう、短縮 URL 作戦でいきますよね、藤原さん。今それをツイッターを使って短くしました。あ、黒さんこんばんは。黒さん今日はどうですか、画面が見えますか。ね、 iPad の Ustream のアプリで見るっていうのも手ですよね。吉田さんこんばんは、久しぶりに参加させていただいてます。今度お会いしますよね。ブラウザからだと一瞬モザイク程度の画面が表示されてからすぐに読み込まれますね。なるほど。小島さんありがとうございます。須藤さん、ネックウォーマーでございます。喉がちょっと痛くて。喉の調子が悪くなったら、口パクにて以心伝心で花屋さんが解説するとか。確かに。はい。バッチリ見えました。はい。こんな感じで。で、いいのはですね、さっきの共有フォトスリムも写真の追加ってできますけど、もう一回 iPhoto に行って、じゃあここにもう一枚追加しましょうっていう時に、写真フォルダーから、じゃあこの花火を追加するっていう時に、の右上でね、この追加で、またジャーナルってやって、選択中の写真を新規じゃなくて富山の夜景に1枚追加で、ここを見てください。見えますかね。ページで自動追加っていうのにしちゃうと2ページ目3ページ目とかになるんですね。でわざと1ページ目に固定で入れたいですっていうことだと
やっとき、1枚目に加わります。で、ジャーナルにまた1枚加わりました。で、これが加わった写真で、また、サイズを変えたり、日付を入れたりね。これでもね、前思ったんだけど、この日付って、あ、変えられるんだ。だから1月の3日とかね。で、これ、ドラッグ&ドロップで、Windows 8バリじゃないですけど、並べ替えがこうできます。レイアウトをこう変えて、天気意味ないって言ったら意味ないですね。消したかったら、長押しかな。なかなか消えないですね。あ、来た来た。はい。こんな感じです。レイアウトを変えて、もっと変えたいですね。花火から威勢よく行って、これは大きくしておいて、カウントダウン。に、花火が上がりましたよ。って書きますよね。で、なんかここびっくりマーク出てますね、右上。編集完了。で、ここで、公開されてない変更がありますっていうのがあります。今、写真を追加したからですよね。変更公開っていうのをやると、新しく写真がアップロードされて、あとレイアウトも変えましたよね。今、アップロードが完了しました。そうすると、サファリでジャーナルを表示とか出るかな？出てこないですね。あ、今来ましたね。サファリでジャーナルを表示すると、URL は変更せずに、花火がね、上に来ましたよね。で、下にこんな風になります。こんな風にホームページを更新する感じで、ブログでもない、写真にちょっとしたコメントをつけた、ホームページがこうできますよってことですよね。で、またこれ保存したかったら長押しできますもんね。で、フリックでもこう、いけますよね。見ることができると。先ほどブラウザで私のフォト、iPhoto のジャーナルを見ていただいている方は、更新してみてください。はい。あ、いろいろコメントしてくれてますね。はい。ありがとうございます。そんな感じです。で、最後、この共有関係でもう一つ言いますと、ジャーナル、この左上の、よいしょ。ジャーナルっていうところで、こう戻るなんですよね。元に戻ると、こういったこう思い出のアルバムのような、外向きアルバム、ジャーナルをですね、どんどん増やしていけるんですよね。2012年に1個。これ年末にやった、実はベストアプリ100の、あれもジャーナル形式にしていました。で、これ2つ、登録してあることになります。で、これをですね、この状態のまま公開したいというときは、ちょっともう一回富山の夜景選びます、ジャーナル。で、右上の、またこの出ていくマークで、iCloud で、この下の方にですね、ホームページに追加っていうのがありますね。ホームページっていうのはさっきのベストアプリ100があって、2013っていうのがあったもんです。あれを追加っていうのにやっちゃいます。そうすると、今また追加で、公開がピーって走りまして、で、今、公開してまずいものは私ジャーナルに載せてないので、サファリでホームページを表示ってやってみます。そうすると、画面が出てきて、まあ、こんな感じです。2012年のも見れるし、こう戻ってね、パソコンでも同じように見えるはずですよね。Mac でも Windows でも。こうやって、ジャーナルを切り替えて見ることができると。で、これをシェアしたかったら、いいねボタン
のブックマークレットは仕込んであるんで、じゃあ今度は私のイケてるみんなの iPad 活用術に入れましょうか。よいしょ。iPhoto ジャーナルのホームページです。で、このホームページのアドレスは変わらないと思うんで、どんどんね、ジャーナルを追加していったり変更したりして、それをいろんな方に見てもらうことができると。レイアウトもつけた上でね、さっきの長押しで、コメントを入れたり地図を入れたりいろんなことができるんで、ジャーナルのこの端の方でこう長押しすると、編集ボタンを押してから長押しするとなんかいろいろあります。ヘッダー、テキスト、メモとかね、付箋のようなものを貼ったり引用を入れたり、そんなことができます。はい、そんな、なんでしょう、 iPhoto のジャーナル公開機能、iCloud.com に公開するっていう機能のご紹介でございましたね。はい、今40人の方アクセスいただいて、累計で123人の方、はい、アクセスいただいてます。ちょっとコメントを確認させてください。あ、 iPad で見ています。はい、見れましたって書いてありますね。いい感じです。画質が落ちないっていうのいいですよね。 Mac がないとダメかな。いや、 Mac じゃなくても坂部さん何でもいいと思うんですけど、 iPhone でも iPad でも。平瀬さん、追加便利ですね。坂部さん、娘を迎えに行ってきます。行ってらっしゃい。このジャーナルは更新中です。時間を置いてもう一度お試しくださいって出ていますね。はいはいはい、更新が終わるとちゃんと変わりましたと。変更画面確認できました。はい、佐藤さん、よろしくお願いします。 PC ブラウザでジャーナルに行けますね。はい、コロプルさん、動画がね、できないんですよね。これもちょっと後で確認しましょうね。画質が落ちない、いいですね。他にもね、皆さんどうやられてますかね、共有って。なんか、Facebook でそこで共有ってやっちゃって終わりみたいなね、アルバムを上げたりして、画質が落ちようが何しようが。まあ、それはそれでね、やっぱりシェアのやりやすさはダントツなんで、それはそれでいいですよね。でも画質を落とさないで写真を配るっていうのは、まあこういうやり方もあっていいですかね。はい。このマークなんだろう、これ。クエスチョン。で、クエスチョンを押すとヘルプが出てきます。あ、取り消しね。はいはいはい。項目の入れ替えを有効にします。はぁ、あ、はぁはぁ。うん。いろいろヘルプも便利についておりますな。うん。じゃあちょっと質問系見ていきましょうか。あったさんからあったサイズの変更なかったと思うんですよね。どうだろう、 iPhone でサイズって見てみましょうか。他のヘルプを参照。ジャーナルのページアウト、写真をトリミングする、回転する、写真の情報を表示する。うん、サイズの変更はな、ジャーナルの変更だもんね。ジャーナルの大きさは変更できるけど、サイズの変更はないですね。はい。あと動画は管理できないのか。動画。あって、なさそうな感じしますね。全然検索引っかからないですね。一応ちょっとウェブで見てみましょうか。iPhoto。すいませんね、今日なんかボソボソ言ってますよね。喉が痛くて。よいしょ。iPhoto。サイズ。あ、サイズ変更ってあった。なんだろう。うん。あ、書き出しってあるの。あ、これは Mac だな。Mac の iPhoto でしたね。Mac の iPhoto はできるんだけど。私もやったことないですけどね。iPad のフォト、iPhoto。
iPad にて iPhoto を使って画像サイズを変更できますか。 Mac ならできますで終わっちゃってますね。iPad の iPad の iPhone となら、アプリを使いリセットします。なんのこっちゃ。アップバンク。あ、別なアプリを使いましょうって話ですよね。サイズはやっぱりないかもしれないですね。思い出項目のサイズだもんね。ん？これなんだろう。これも、Mac の iPhone だな。ジャーナルのサイズ、ジャーナルの変更だよね。ないです。なさそうです。じゃあ、iPad の iPhoto で、動画はなんかできますか？動画に関して。iPhoto の動画が iPad で見れません。やっぱりね、iPhoto っていうぐらいなんでね。ないですね、ないです。動画関係も全然ないです。あ、面白い、あれお話を動画で思い出した。動画に簡単に行く動画といえば iMovie ですよね。あっちに連携する方法あるんです。動画を見ることはできないけど、例えばどうしよう、この写真と、この写真、この4枚で、この3枚にしようか。この3枚で、3枚選びました。なんでるかな？なんか2枚しか選ばれない。1、2、3。選びにくいね。1、2、3。あ、下、端と端を選ぶのか。はい、3枚選びました。なぜかちょっと2枚しか出ないですけど、これでまた右上のこう外に行くボタンで iMovie っていうのがあるんですよ。ここでね、ここに iMovie っていうのを押すと、選択中の3枚でいいですか、はい、いいですよ。そうすると iMovie に新しいプロジェクトを作成ってやると、今の3枚の写真が選ばれてと言いたいところですが、全然ちゃんと動かないですね。ダメですね。いかんな。本当はね、ここに読み込まれるはずなんですが、不具合なのか、メモリが足りないのか、全然動きませんよね。これが生放送のいいところですね。もう一回行きましょうか。行ってちょうだい。iMovie。ちょっとメモリをね、クリアしましたけど。はい。新規プロジェクト。読み込み中ってなってんのにね。あ、一応来ましたね。そうすると、3枚の、写真が選ばれて、で、BGM ももう なぜかもうテーマまで決まっちゃってますけど、こんなこともできます。1枚ずつ iMovie で選ばなくてもね。まあそんなに便利じゃないですけど、動画連携っていうのはそんなぐらいかな。なんか面白いのないですかね。カード、次の方法で開く。はい、そんなとこですかね。はい、ここで皆さんのコメントをもう一回読ませていただきます。あ、坂部さんもう帰ってきたの？早いな。動画は YouTube。そうですね。はい、PC と iPad で見るとタイムラグが気になります。まあそんなにリアルタイムを求めるものではないです。ん？タイムラグ？何のタイムラグだろう？ユーストリーム？なんだろう、須藤さんね。佐野さん？新一、浅野さんかな？浅野さん、こんばんは。初めて拝見させていただいてます。すいません、今日、喉痛めモードでございます。今日、iPad mini 購入しました。おめでとうございます。最近のアプリだと、ダヴィンチノート。ダヴィンチノート？はぁ、知らないですね。
はい、知ってるかな。ダヴィンチノート、アローズノートじゃないもんね。はい、動画の共有ができるようになると最高ですね。動画の共有はもうとにかく YouTube です。基本は。はい。あの動画をどっかにアップしなきゃいけないですからね。で、快適に動画を配信できるって言ったら、なんと言っても YouTube でしょうね。Vimeo とか Facebook とかもありますけど。はい。あったさん、Mac でチャレンジお願いします。動画は YouTube。はい。林さん、その通りですね。動画連携できました。これやったことなかったです。はい。iMovie ね。まあ、あんまり使うもんでもないけどね。はい。そんなです。なんか、写真のところに位置ってきましたね。これは、フォトストリームで、林さんから画像が一件送られてきましたね。これ、なんていうやつでしたっけ？強烈なやつですよね。ジャンキー。すごいっすね。あ、今これをやると、ちょっと固まりやすいです。写真をアップにすると、今画面出てますかね。画面出てます。今真っ暗。はい、復帰しましたかね。はい、ちょっとね、 iPad の画面をつなぎ直しますんで、ちょびっとお待ちください。あ、復帰したかな。よいしょ。あ、復帰しましたね。はい。そんな感じで、今日は2つの方法。共有フォトストリームの、OS の機能を使った写真の共有と、iPhoto を使ったレイアウト付きの写真の共有っていう、Apple を使った方法でやりました。あとは最近、アプリで勝手にアップしてますんで、好きな時に共有してねっていうのがよくありますよね。 iPhone 系の Facebook かな、 iPad もあるかな。なんか自動で送信ってやっておくと、自分しか見られないんだけど全部の写真がアップされるっていうオプションがありますよね。 Dropbox もそういうのありますよね。 Google Plus もありますよね。なんかあちこちにそんな機能があって、フォトストリームもそうだし、どんどんばらまいていかれるというね、写真。まあね、アクセス権があるから大丈夫でしょうけど、はい。そんなでございます。はい。さあ、残りの時間で一つ、面白いというか、まあ、年末年始なんでね、あんまり新しいニュースないですよね。iPad mini だの、iPhone mini だの、また今年出るかねとか、そんな噂話はあったりとか、新着ニュースもあんまないですよね。今日で、なんだっけ、アップルの 12days っていうのはね、今日で終わりですよね。無料アプリの日々、日替わりのやつね。で、それは置いといて、アップストアに行って、なんですけど、あ、全然今、そっちの話の前に、一個雑談していいですか。基本機能話ですけど、例えば、よいしょ。このサファリとかで単語登録するときに、よく使う単語をね、登録するときにこう長押しして、動画撮影という言葉をよく使うってなったときに、このユーザー辞書っていうのを登録すると、単語登録できるんですが、今まで何て言うんですか？英字のものを登録することが多かったんで気がつかなかったんですけど、漢字を登録しようとすると読み仮名もちゃんと入れてくれるんですね、ということを先日気がつきまして、だからどうしたという話もありますが、こういうね、iPhone とかね、今日もよく使いましたけど、あ、それからね、こう、選ぶときにこう、長く、たくさんの範囲を選択してしまうことありますよね。それを回避するには、とにかく大きく表示してから長く表示すると範囲を絞りやすいです。と言いながら全然 iPhone だけになってくれないですね。これブラウザーでちょっとね、多くの範囲を指定してるからかな。よいしょ。こうするしかないのか、やっぱり。
あ、これブラウザの特性で、あ、いてていてて。これ今ちょっと手間取りましたけど、あ、iPhone で辞書でこんなになっちゃった。単語登録をしたかったの。あ、ダメですね。なるべく大きくやると範囲は選びやすいです。今ね、ホームページのタイトルの太字のところだったから多分ダメだったんじゃないかな。じゃあこう大きくいって、例えば iPad 2、こうやってね、はい。なるべく拡大してからやるとね、選びやすいですよね。レティナディスプレイ。辞書。あー、なんで登録できないんだろう。こうやるとユーザー辞書が出てきて。レティナだけだと出てきてくれないですね。ひどいですね。読み上げとかしかないね。はい。すいません。ブツブツ言ってしまいました。はい。単語登録の話にそれました。はい。ちょっと戻りますと、放送時間あと9分ありますね。アップストアに行って、ランキングで、その12 days の無料アプリが無料で上位にね、パコパコ上がってきたり、あ、まだ、幻想図鑑まだ無料に上がってるっていうことは、まだ無料なんですかね。これ、定価は1250円ですからね。はい。昨日から無料ですよね。そのうち有料化になると思うんで、おすすめです。で、これ、一応ゲームのカテゴリーなんですけど、ブループリント 3D っていうのがね、これがなかなかよくできてます。容量はちょっと多くて200メガありますけど、なかなか良かったです。これを紹介して、今日は終わりにしたいと思います。あ、アフタートークに行きたいと思います。はい。これダウンロードしています。ここですね。ブループリント 3D っていうので、こう立ち上げますと、一応パズルなんですね。で、プレイっていうので遊びますっていうことにすると、最初使い方がわからないですっていうことだとですね、この、上の3つのアイコンの中の、この真ん中のチュートリアルっていうやつですよね。これを選ぶと、使い方を教えてくれながら、英語ですけど、まずレベル1を選んで、use finger to rotate picture in 3D で、こう、3D 画像になっているものを回しましょうみたいな。はい。で、次行ってください。あ、これでですね、こういう正確な図形を探すんですね。3D の中から。ネクストレベル。で、これ今 ABC って見えてるから、二つの指でも回転できるよう、こうやって絵を探していくわけです。で、だんだん難しくなるんですね。で、この中から、スパッと、この画像だ、みたいなのをこう探していくんですね。うん。なかなかこう見つかんないですけどね。このカタカナとか英字があるのが参考のあれで、まあ、こうやってやっていくんですけど、ぜひやってみてほしいんですが、メインメニューに戻って、自分で写真を撮ってですね、それを、その、問題にすることもできます、ということです。例えば、クリエイトっていうボタンを今押しまして、映像出てますかね。で、カメラから撮ったり、写真フォルダから選ぶこともできるんですけど、じゃあこの iPad キーボード TK710 を、あ、ちょっと違うやつにしましょうか。このマイクをね、写真に今撮りました。はい。これを Use っていうふうにします。で、写真アクセスのフォルダ。よいしょ。画面がちょっとちっちゃくなってましたね。すいません。はい。そうすると、さっきのカメラじゃない、マイクが今 3D 画像になってるんで、ここから
正確なマイクをこう探していくと。割と簡単なんですよね、自分で撮ったやつ。オートソルブで、難しさは自由に自動で設定されてます。なんか手動でできるんですかね。簡単なんですよね、とか言いながら全然見えてこないですね、答えが。あ、マイクっぽいのが今見えた。なんか、ここだろう。これ、ユーストで見てたら分かりにくいかもしれないですね。すいませんね。こうやって探していくんですよ、マイクを。あ、こ、近づいてきた。ここだ。ここだ。どうだ。えい、パシャって来い。ほとんどできてるんですけどね。あ、来た来た来た。はい、完成。まあ、こんな感じで、面白いですね。それだけです。無料アプリだから楽しめると思います。レベルが、結構上のレベルまであるとか言ってましたね。はい。こうやって自分でも問題作れますし。はい。面白いです。はい。そんなところでございますかね。さあ、ちょっと私の顔にもう一回戻させていただいて。はい。今日ちょっと喉を痛めてしまいまして、こんな声ですいませんでした。今日は放送が終わって、アフタートーク少し話させていただいて、パタッとまた倒れます。はい。皆さんのコメントをもう一回チェックさせてください。あったさん、幻想図鑑入れました。最高です。よかったです。このアプリ楽しいですよね。このブループリント面白いですね、このアプリね。はい、須藤さん面白いですよね。はい。また今日の感想とか、ソーシャルストリームとか書き込んでいただけるとありがたいです。次週なんですけど、また13日日曜日の、八重の桜が終わった後の9時半からお届けしたいと思います。来週土曜日はね、林さんの iPad 活用研究会の月例がありまして、ちょっとマニアックなムービー特集があります。なので来週3連休ですよね。3連休の中の中日、13日の9時半からまたこちらのチャンネルでお会いできればなと思います。そうなんですよ、塩原さん、ゲームだったんでダウンロードしなかったんですが、今はダウンロードしました。はい、やってみてください。ゲームっていうかパズルとかね、技術的にもこういうね、指でこんな風にやるのは iPad でしかできないならではのアプリの一つですよね。はい。あ、桜井さんだ。今更すいません、こんばんは。幻想図鑑の無料版と有料版って容量は同じで 1.6 ギガありますね。良いです。有料版と無料版2つあるの。ちょっとそれだけ見ていいですか。気になりました。有料版が一時無料版になったんじゃないかな。同じだと思います。 iPhone 版と iPad 版はね、分かれてますよね。ちょっとキャッチアップで調べてみましょうか。だんだん、よいしょ、iPad も私と一緒で疲れてきて調子が悪くなってきましたよ。よいしょ。元素。おお。キャッチアップまで固まりましたよ。よいしょ。元素図鑑。アップストアもね、結構調子悪い時ありますよね。今大丈夫かな。元素。図鑑。あらまあ。なんで分かれてるんだろう。だから一時無料にしてるからかな。ね。同じだと思いますよ、中身ね。こういうことをすると分かりにくいですよね。タッチプレス。アップストアで見てみましょう。ね、同じものを間違って買っちゃうじゃないですかね。こっちはレビュー回数が7回と少ないんで、ディベロッパー情報。昔これなんかね、タイトルとかも違ったんですよね、ちょっとだけね。
有料版、まあ無料の方からね買ってください。あ、そのジャパニーズバージョンで無料になってるんだ。わかりにくいな。これジャパニーズバージョンじゃないんだけどジャパニーズも使えるってやつですよね。ね、どっちかにしてほしいですよね。はい。ただ無料はもうすぐ、あの無料のカテゴリーからは消えると思いますので、まだの方は一度お試しください。今日は大丈夫でしたね。はい。それでは、10時半になりましたので、また日曜日にお会いしたいと思います。この後、エンディングを流しまして、アフタートークを少し、やらさせてもらいまして、私もちょっとリラックスしましてですね、トークしたいと思います。今日は、こんな新年からね、お聞き苦しい声で申し訳なかったです。なんとか、喉も直したいと思います。録画を停止しまして、録画はですね、YouTube にもアップしますので、Ustream または見れなかった途中からって方はですね、そちらでも見てもらえればと思います。それでは、正規の放送としては一旦エンディングとさせていただきます。どうもありがとうございました。エンディングです。エンディング終わりましたら、アフタートークに向けていきたいと思います。お付き合いいただける方はチャンネルはこのままでお願いいたします。風流行ってますよね。